皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月19日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝7時の時点で水位は 157.74 メートルです。おとついと比べると16センチの上昇、再び上げに転じています。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒6840立方メートルで、三峡ダムは毎秒7200立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は毎秒360立方メートルと推測されます。ここのところ、ダムへの流入は7000台が続いています。一方、今朝7時の放流量はというと、毎秒6000立方メートルで、大きな変化はなし。単純計算になりますが、20% 程度の発電状況。6基前後のタービンが稼働していると推測されます。いつものように、三峡ダムの貯水位を確認しておきます。こちらのグラフは、去年11月からの実績値をプロットしたものです。今日の水位を見ると、上昇トレンドとなっています。去年の今頃は 165.29 メートルですから、だんだんその差は縮まってきました。今後について推測してみます。ウィンディの予想を見ていると、雨の量は多くなる傾向。去年のグラフに注目していただくと、5月から6月のわずか1ヶ月の間に25メートル近くを一気に下げています。つまり、ダムの運用実績があるわけです。ですから、今のまま微増の状態が続き、6月の出水期直前まで引っ張るのではないかと推測されます。引き続き、注目していきたいと思います。さて、こちらはマクロマイクロというサイトの情報です。2015年から今年までの三峡ダムの水位を示したグラフ。以前にもご紹介しました。1年ごとの水位を見比べてみると、毎年同じような動きをしていることがわかります。冬場には水位を目いっぱい上げておき、6月になると最低水準まで下げます。そして洪水シーズンに水位が変動するものの、収まると一旦下がります。さらに冬には175メートルまで上げるというルーティーンです。ご覧のように毎年同じように変動してきたわけですが、去年の夏以降、状況が一変します。去年の夏は大干ばつでした。水不足によって水力発電の稼働率が低下し、電力不足が発生。トヨタなど工場がストップする事態となりました。このグラフから未だに影響していることがお分かりいただけたのではないかと思います。異常な状況は今も続いているのです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。TikTok 親会社をアメリカ当局が捜査。NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、動画投稿アプリ TikTok の中国の親会社が記者の個人データを入手し、監視していた疑いがあるとして、アメリカの FBI と司法省が捜査を行っているとのこと。TikTok をめぐっては、アメリカ政府がバイトダンスに対し、TikTok を中国以外の国の企業に売却するよう求めていることが明らかになったばかり。応じない場合、アメリカ国内でのアプリの利用が禁止される可能性もあるとされています。以上、TikTok 親会社をアメリカ当局が捜査についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し、ご存知の方も多いかと思いますが、中国では国家情報法という法律があり、中国の企業が持っている情報を国から要請があれば提出しないといけないというものです。日本では考えられない法律ですが、あちらの企業はその要請を拒否することはできません。今回の TikTok の件、利用者の個人情報や位置情報など、TikTok のシステムで収集された情報を、親会社のバイトダンスが入手し、特定の人物を監視していた疑いがあるということ。国がバイトダンスに対して、情報を出しなさいと要請すると、バイトダンスは提出しないといけません。
結果として、あちらの情報機関がアメリカのメディアの記者などの動向を把握できる可能性があります。ですから、アメリカ当局は操作しているのではないかということになります。さて、宣伝となり、大変恐縮なのですが、このチャンネルとは別に、ダム探訪、電車と徒歩で行く、というチャンネルも運営しています。まだまだ駆け出しですが、実際に日本のダムを訪問し、その魅力をお伝えしているので、ご興味のある方は、概要欄のリンクから遊びに来てください。西アンツーリストです。こちらはダム周辺の月別、年間降水量になります。例年通りなら、これから徐々に雨の量が増えていく時期となりますね。ウィンディーで向こう1週間の予想を見てみましょう。ご覧の通り、三峡ダムの南側で局所的に強い雨が予想されるようですから、場所によっては増水による洪水が発生する可能性も。ダムの上流地域ではそれほど強い雨ではないものの、広い範囲での雨雲となりそうです。続いて日本、朝9時までの雨雲レーダーの実績です。昨日は天気が崩れましたが、今日は全国的に晴れそうでお出かけ日和。ただ、数日後には西からまた雨雲が流れてくるようです。こちらは大阪狭山市にある狭山池ダム。先日、出かけてみました。ため池が作られたのは飛鳥時代になります。今では桜の名所として有名。一部でしたが、満開になっている木もありました。皆さんのお住まいの地域ではどうでしょうか？ダムの弱点は、ダムの上にある堅。三峡ダムは、強固な岩盤層の上に建設された、重力式コンクリートダムです。このため、一般的には、ダムが崩壊するとか、決壊するとかということはない、と言われています。絶対はありませんが、おそらく、そうなんでしょう。ただ、素人目にも、弱点はあるように思えます。それは、ダムの上にあるクレーンです。5基か6基のクレーンが堤体の上にあり、左右に移動して、放流ゲートの調節をしていると思われます。このクレーン、視聴者さんから、もともとガントリークレーンだったのをクレーン部分を取っ払ったのではないかと情報をいただきました。4本の足、そして上部には巨大な建屋があります。パッと見ただけでもバランス悪そうですよね。左右に移動する際には、レールに乗って移動します。しかし、縦方向には弱そうな気がします。ここに地震が来たらどうなるでしょうか。阪神大震災の時には、神戸港のガントリークレーンが横倒しになり、大きな被害となりました。三峡ダムの場合はどうでしょうか。このクレーンが一斉に使えなくなると、たちまち一大事になるかもしれないですね。動画の内容が良かったと思われましたら、グッドボタンを。今一つやなぁという場合はバッドボタンをお願いします。YouTube の AI ロジック的には、グッドでもバッドでも、アクションがあるのが、チャンネルパワーを上げる要因の一つになるようです。毎回お手数ですが、どちらでも結構ですので、一手間、アクションいただければ幸いです。